我々 AI 問診ユビというサービスを展開していて、水沢証券にずっといるっていう選択肢ももちろんありますし、最初はですね、病院事業のセールスとカスタマーサクセスを担当しまして、してもらったら、こういうことをやってほしいんですっていうのを、まあ、熱烈に語られてですね、まあ、そこで初めて、あ、まあ、こういう道もあるかっていうので思ってました。無料でキャリア相談に乗れる機会を提供いたします。数に限りがおりますので、お早めに概要の方から応募してみてください。皆さんこんにちは、トップチューのサスケです。チャンネル登録ベルマークのクリックがまだの方はよろしくお願いします。ということで本日はですね、企業訪問企画になってるんですが、ユビーの皆さんに来ていただきます。こんにちは。こんにちは。はい、ということでじゃあまず簡単に自己紹介いただいてもらいましょうか。まず樋口さんからよろしくお願いします。はい、はじめまして、樋口天平と申します。本日よろしくお願いします。お願いします。簡単にキャリアの説明をすると、2002年に、リクルートに入社をしまして、人材領域でずっと営業バカですね、歩んでいました。で、直近はですね、リクルートメディカルキャリアという人材紹介の医療系の会社におりまして、そこを経て1年半前にユビーにジョインをしていただくという、そういう経歴でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、玉井さんの、はい、はい、ありがとうございます。玉井祐樹と申します。よろしくお願いします。経歴は2016年に、みずほ証券に入社しまして、最初は、札幌支店でリテール営業をしてました。でその後、まあ、社内公募で手上げしまして、債券のトレーダーとして地方の金融機関を相手に、債券の売買を担当してました。で去年の7月にですね、ユビにジョインしまして、最初はですね、病院事業の、セールスと、カスタマーサクセスを担当しまして、今年の4月からですね、クリニック事業を立ち上げしてますので、そこにアサインされまして、今も、クリニック事業の、セールスとして担当しております。ということで今日はユビさんから2名参加いただいて、動画2本撮っていきたいと思うんですが、まず1本目のテーマはですね、玉井さんがもともとみずほにいらっしゃって、そこからまあスタートアップを転職されたということで、我々のチャンネルは結構その大企業に在籍している社員が多いので、まあ、同じ属性の方が多いというところで、まあ、そこのちょっとね、こう当時の意思決定だったりとか、まあ、どういうことに悩んで、最終的にどうやって決めたのかみたいなところを掘る動画にしていきたいと思ってます。ということでまずじゃあ玉井さんなんですけれども、まあ、当時みずほで、リテールやられて、まあ、債券回りやっていて、はい、じゃあ転職されたのは、何年目の時になりますか？転職したのは、はい、5年目ですね。じゃあ結構銀行業務も昇格が見えてきてといいますか、はい、まあ、ちょっと先かもしれないですけど、ちょうど、はい、課長代理に昇進したタイミングですね。あ、早くないですかそれ？結構そうですね、一番早いぐらいのタイミングですね。そうですよね、はい、結構なんかメガバンクさんって8年目9年目とかの印象があったんですけど、そこでもうじゃあある意味管理職になられるチャンスがあったとですね。そうですね、はい。なるほどなるほど。じゃあ順風満帆に見えますが、はい、なぜそれは今回このユビさんに転職っていうところに動いていくんですか？1から10まで話すと死ぬほど長くなるんですけど、はい、コンパクトに、はい、まあ、基本的にこう債券って、はい、まあ、プレイヤーが決まってるんですね、はいはい、基本的にはこう証券会社の人間とか売る側と、うん、あと買う側で決まっていて、運用するサイドで決まってるんですけど、うん、さっき、私が申し上げたのは地方の金融機関を担当しましたっていうふうに言ったと思うんですけど、その他にも他のメガバンクとか、あとは外資系の金融機関とか、まあ、あと保険会社とか、そういったところを相手に債券の売買っていうのは基本的にしていくんですけど、向こうサイド買う側もみんなプレイが決まっていると、うん、なので、市場の参加者って基本的にはこう変わらないんですね、うんうん、なので、同じ、そのマーケットの中にあるお金とかも、うん、まあ、突然増えたり減ったりすることもないので、うんうん、シェアの奪い合いを基本的には各社していく、うん、っていうような形になります、うん、なので扱ってる商材もプレイヤーも全部一緒、うん、その中で、お金がバン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 動いていくっていう結構面白い世界なんですけど、うんうん、この世界に基本的にはあとじゃあ20年30年いて、キャリアアップしていこうかなって、みずほ証券にずっといるっていう選択肢ももちろんありますし、うん、他の外資系とか、他の日系企業に転職するっていう道も、まあ、結構たくさんあるんですけど、うん、まあ、債券のこの世界から抜け出すってことはあんまり考えてなかったです。なるほど。プレイヤーを見ていった時に基本的にはじゃあ10年選手とか20年選手もずっと債券のマーケットの中にいるわけですね。じゃあ将来ああいう人になるんだ、あ、こういう人になるんだっていうのがなんとなく見えてる状態。大企業あるんですね。そうですね、上の上司先輩を見て未来が見えるという、はい、そうですね、はい、3年後5年後10年後の未来はこれか、まあ、はい、これもまあ悪くないなと普通に思ってて、はい、結構楽しい未来を描いてたんですけど、うん、ある日突然ですね、ユビーの方からですね、うん、今日時間空いてるっていうふうに言われまして、うんうん、もう日本橋のですね、はい、あるカフェに行って、そしたらまあその社員ともう一人別の社員と行ったんですけど、はいはいはい、その時まあ転職ももちろん考えてなかったですし、うん、まあ、スタートアップなんて持ってる方ですよね、うん、何も考えてなかった、はい、でそこで、ユビーが今やってることはこういうことですと、うん、もしあなたにジョインしてもらったら、こういうことをやってほしいんですっていうのを、まあ、熱烈に語られてですね、うん、まあ、そこで初めて、あ、まあ、こういう道もあるかっていうので思ってました、うん、それがどういうことかっていうと、うん、
基本的にはこう指がやってることってそもそもプロダクトもこの世にはあんまりないものだし、なるほど、マーケットも何も確立されてないと、うんうん、で片や今やってること、まあ、当時のみずほにいた時は、今あるマーケットの中で商材もプレイヤーも決まってる中で、うん、こうシェアを獲得し合いやっていくような形なんですけど、全然まあ180度違う世界だったんで、うんうんまあ、結構衝撃を受けたんですね、うんうん、でその中でじゃあ自分が何ができるかっていうふうに考えてた時に、じゃあ新しくこうマーケット開拓をしてシェアをどんどんこう広げていったら市場価値的にもまあいいものになるんじゃないかっていうふうに思いましたし、まあ、今後のキャリアを考える上でも、キャリアの選択肢というか幅がものすごい広がるなっていうふうに単純に考えたので、まあ、最初の第一印象としてはそこをやるかやらないかっていうふうに悩んだっていうところです。転職を全く考えていなかったんだけども、もらった話が非常に面白かったと思いまして、はい、で面白かったポイントとしてはやっぱりその、まあ、既存の決まったマーケット、決まったプレイであるビジネスではなくて、全く何も大企業も手をつけてない領域でこれから、マーケットを作って、はい、会社を成長させていこうというフェーズにいたユビーさんがすごい魅力的だったということです。そうですね、はい、ちょっと視聴者とユビーさんのことはまだ分かんないところがあると思うので、じゃあここはちょっと樋口さんにちょっと聞いてみようと思うんですけど、はい、まあ、先ほど今玉井さんがおっしゃった、まあ、ユビーのマーケットを作るとか面白さっていうとかはこれどういう感じですか？面白さっていうと、はい、ユビーというプロダクトをまず簡単に紹介をさせていただくと、うん、我々 AI 問診ユビーというサービスを展開していて、うんうん、病院やクリニックの、ドクターの先生や、看護師の方々が診察をするときに問診っていうことをするんですけれど、ありますね、ありますね、はい、皆さんも多分行かれたときに、はい、病院に行って問診票を書いて、どこが痛いんですか、はい、いつから痛いんですかみたいなことをやると思います。これをタブレットにし、そこにあの AI の裏側で走って、あたかも先生、ドクターの先生が症状を聞いてこの病気かなっていうふうに思いながら質問を変えていくみたいなことをするんですけれ ど、 なるほど、それをタブレットで自動的に質問がどん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 変わっていきます。人工知能が、AI、人工知能が裏側でやってます。でそれをすることによってドクターの先生が症状から病気を予測していくようなことを弊社のサービスでやらせていただきながら入力をしていただくと、即座にドクターの先生が使われている電子カルテにドクターの先生が使っている日常的なことに翻訳されて、なるほどなるほどなるほど、入力されます。それを使っていただくことによってドクターの先生の業務の効率化ということができるという、こういうサービスをまず長年しています。でこれをやることによって何が我々あのマーケットを作っているのかということなんですけれど、まあ、AI を使いながらそのサービスを作っていく、これを展開を我々がリーディングカンパニーとしてやらせて、これをやればやるほど日本においては医療の効率化ということがなされています。でそうすると今本当に病気になって困っている方々が病院に行ってすごい待ったりですとか、もしかするとありますね、よくありますね、もしかするとあのたらい回しになるみたいなことを経験されたら、僕もありますね、いらっしゃると思うんですけど、こういったことが少なくなります。なるほどなるほど、はい、じゃあ流行りの言葉使うとなんかその医療業界の、まあ、DX みたいな、あ、とこまさにまさにトレンドに乗るんですかね。はい、おっしゃる通りですね。ただその中でも大企業とか他の企業がやれてない効率化の領域をユビさんが第一人者としてやっている。そうです。なるほど、はい、これがマーケットを作るとかっていうところになってくるんですね、はい、しかも医療ってマーケットでかいですよね。でかいですね、はい、結構そのユビさん僕も知り合いいて、実はですねこのあのうちのメイン MC の、 あのイブンですね、ユビスでちょっと働いたりするんですけども、まあ、医療業界 の、 このマーケットサイズの大きさみたいな話を聞いてまして、はい、やっぱそこは感じる部分大きいですか、対面してみると。いや大きいですよね。そうですね、めちゃくちゃ大きいですね。マーケットサイズもありますし、社会貢献性っていうのはものすごく大きく感じていて、医療の特徴ですね、医療の特徴ですね、はい、ドクターの先生を中心に毎日毎日あの命を助けているっていう、この先生方、まあ、医療従事者の方々が大変な思いをしながら毎日働いてるんですけど、それを少しでも楽にすることができるっていうのはシンプルに嬉しいよねっていうふうに思いますよね、うん、なんか結構このやっぱこうやりがいのある領域で大きいマーケットに対してチャレンジするっていうところが、まあ、すごく面白いポイントなのかなと。玉井さんとしては、まあ、当時転職考えてないところでこうユビーさんから話をもらったっていう流れだとは思うんですけど、はい、まあ、今こう転職してみてですね、他のスタートアップと比べてユビーここ違うなとか、そういうところで感じたりします。
まあ、やっぱり一番違うのは、さっきもいくつか何回か出てますが、はい、まあ、マーケットを作っていくっていうのは全然違うところになるんじゃないかなと思います。他のスタートアップとかだと、やっぱりその大企業でやってきたものをそのままじゃあスタートアップで独立しちゃいましたみたいな人結構たくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、それとはやっぱり全く違ったところで、まあ、代表も使命権を持った意思でもあるので、はいはいはい、そこからの負をやっぱそのまま持って、起業したっていう背景もあるので、そういったところは全然他のスタートアップとは違う部分になるんじゃないかなと。なるほどなるほど、ありがとうございます。じゃあその大企業とスタートアップのところの比較でいくとどういう違いがありますか？どちらも経験されてるみたいなんですけど。そうですね、まず大前提を意思決定が早すぎるっていうところがありますね。まあ、関わる人数が少ないんでコンパクトに動き回るっていうのはもちろんあるんですけど、はい、それぞれが自走してる人がすごくすごい多いなっていうふうに感じていて、うん、大企業とかだと意思決定をするのに、まあ、普通に1ヶ月かかったりとか、うん、場合によっては半年かかるみたいなものも平気であると思うんですけど、まあ、それが即日できたりとか、うん、意思決定ラインがまあ短いというか、マネジメントラインもまあそんなにかなりこう階層分かれてるわけじゃないのでっていうのもあるんですけど、それぞれが考えて、現場に落ちている負とかを拾ってきて仕組み化したりとか、うん、まあ、社内で制度化したりとかっていうことが、うん、まあ、簡単にできるので、うん、まあ、そういったところでのスピード感をすごい感じてます。あの、我々のチャンネルも大企業からスタートアップ行った人に、まあ、出てもらった経験あるんで、なんか違いはだんだん少々分かってきたかなと思いつつ、やはり怖いっていう声が多くて、でしかも自分向いてないんじゃないかと思う人が結構多いんですよ、はい、で具体的なポジションもイメージできないみたいな、はい、ってからと思うんですけど、まさに玉井さんも、まあ、リテールだったり、まあ、証券のところをやっていて、今は営業のところですよね。そうですね、はいはい、フィールドセールスと呼ばれるポジションだと思うんですけど、はい、そこに飛び込んだということだと思うんですが、なんか大企業社員が活躍できるポジションとか役割ってスタートアップの中にあるんですかね？基本的にはもうそれしかないと思ってますね。お、はい、たくさんあると思います。なるほど。あの、まず今私がやってるセールスの部分は、はい、もちろん、これまで大企業でやってこられたセールス部分っていうのはそのまま活かせると思いますし、うん、あと一方でこうスタートアップってよく、まあ、ザモデル型になっていて、まあ、マーケインサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスっていうのがあると思うんですけど、あの、全然インサイドセールスの部分でもスキル的には問題ないと思いますし、大企業で対 2B で営業してた方とかは、あの、カスタマーサクセスの、まあ、素養というか、まあ、スキル的な部分を持ってるんじゃないかなっていうふうに、あの、思っているので、この点は全く問題ないかなと。なるほど。カスタマーサクセスってなんか結構新しい話だったので、我々のチャンネル上、はい、大企業社員がカスタマーサクセスに向いてるっていうのが、そこってどういうところが向いてるんですか？よくいわゆるその営業ってマシン機械宅から既存顧客のマシン工までいろいろあると思うんですけど、まあ、カスタマーサクセスって、まあ、一旦受注いただいたお客様を、まあ、いかにして、まあ、成功していくか、まあ、成功体験を持ってもらうかっていうところだと思うんですけど、特にそれは対第一企業への営業とかだと特にそれはあると思っていて、まあ、新しくその例えばまあトヨタさんとかいろいろ会社ありますけども、はい、そういう会社も新規開拓していくみたいなことはほとんどの会社で行われていないと思うんですね、はいはいはい、なのでその既存顧客として新しい取引をしていただいたりとか、うん、まあ、アップセルクロスセルいろいろあると思うんですけど、うん、まあ、そういったところはそのまま、スタートアップ、まあ、EV の中のカスタマーサクセスでも全くそれは同じことをしていただければいいのかなと、うんうん、私も前職実はカスタマーサクセスの立ち上げをサースでやったことがあってすごくわかるんですけど、はい、大企業の方々って結構、まあ、もうすごく大きなマーケットで、まあ、既存のマーケットでビジネス展開されている方が多いので、まあ、既存の企業からの、まあ、売上だったりとか、まあ、追加購入とか追加販売とかでさっきのアップセルクロスセルとかで現れてるんですけど、そういったところとかに実は慣れてる人が多くて、ただカスタマーサクセスですよ、新しい言葉なんで皆さんこれ無理って思うかもしれないんですけど、結構素養はあるんですよね。普段皆さんがやってることが結構サクセスのレベルできるってことあるんで、僕もやってて大企業者に結構向いてるって思ったんで、なんか今の話を聞いて、あ、自分これこういう業務やってるなとか可能性感じた方はもしかしたらカスタマーサクセス向いてるかもしれないですね。しかももう一つは、あの、結構人材マーケットの話なんですけど、さっきもユビの人事の方の話なんですけど、カスタマーサクセスが市場に全然いないという話があるんで、今飛び込んだら市場価値を上げるチャンスかもしれなかったりするんで、一つなんかセールス以外の道あるんだなっていうのをちょっと感じてもらえるといいかなというふうに思います。結構盛りだくさん聞いていったんですが、まあ、まとめますと、まあ、今日結構視聴者にとって学びがあったところでいくと、マーケットサイズも大きい業界に、まあ、対面する面白さだったり社会性っていうところが、まあ、スタートアップは結構大きく大事なところになってくるので、まあ、そこがやっぱ大企業にいるよりより強く感じられるのかなっていうのをお二人の話聞いて思いましたと。であとは特に玉井さんは大企業に在籍されていてスタートアップにこう転職された方なので、まあ、から見ても、まあ、セールスだけじゃなくて実はカスタマーサクセスということの可能性あったりとか、まあ、本人のね、結構モチベーションがあればチャンスがあるポジションって実はいろいろあったりするので、なんかそこでポジションがないからって諦める必要はこうないのかなっていうところは皆さんこう分かっていただけた部分かなっていうふうに思います。
という感じで1本目は締めてですね、2本目はまたちょっと今回出番の少なかった樋口さんと一緒にたくさんお話をしていきたいと思うんですけども、で1本目はちょっと玉井さんの方からじゃあ視聴者の方にメッセージいただいて締めたいなと思います。はい、はい、まあ、大企業からスタートアップにっていうところなんですけど、基本的にはこう大企業にいてできないこととか、うん、本当はこういうことをやりたいんだけどなかなかこうフットワークから動けないみたいなことって結構たくさんあると思うんですけど、うん、特に、まあ、スタートアップとかユビとかそうなんですけど、うん、そもそもこうマーケットが開かれてない状況だったりとか不確実なものがものすごくたくさんある中で今後決めていかなきゃいけない仕組みとか制度とかって山ほどあるので、うん、それを自分の、まあ、意思決定とか自分がこうなった方がいいんじゃないかっていうふうに思うことっていうのがそのまま形にしやすい環境っていうのが整っていると思うので、まあ、そういうことをやりたい人は本当スタートアップとかユビとか、まあ、そういう会社がいいんじゃないかな、向いてるんじゃないかなというふうに思うので、そこはもう自信持ってユビってやっていいですよ、はい、そこはそうですね、はい、じゃあぜひユビに飛び込んでいただければと思いますので、はい、そういう方をぜひぜひお待ちしております。はい、ということで今日の動画でね、ユビさんに興味を持ちいただいた方は概要欄に情報載せておきますのでぜひ見てみてくださいということで、ということで、まあ、引き続きまた2本目もよろしくお願いします。はい、お願いします。それでは皆さん次回をしましょう。 See you next time. バイバイ。実は数十億単位の資金調達をさせていただくっていうことができます。なんかジムの機材やらビールが冷やしてあったりとか見えたんですけどなんかいい話だなそういう世界を作りたいというビジョンにしています。そしてミッションとして今回特集社会人視聴者限定でプロコーチングスタッフに無料でキャリア相談に乗る機会を提供いたします。こちらはベンチャーから大手企業まで幅広くですね300名以上を支援実績のあるプロのコーチングスタッフになっています。こちらは転職目的となってもキャリアに悩める方全ての方が社会人になれば対象になっておりますので、もし希望される方は数に限りがおりますのでお早めに概要欄の方から応募してみてください。皆さんのご応募お待ちしております。